はい、どうも、横浜ガソランの藤森です。今日はですね、定石その後ということでやっていきたいと思います。はい、こちらの定石ですけども、どうでしょう。なんとなく手順が思い浮かびますでしょうか。こちらですね、星にかかって挟んで三々に入った定石になりますね。まあ、非常によくできる定石ですから、これ手順まだ怪しいなっていう方はぜひ何回かね、並べて覚えてみてください。で、この後ですね、この形になった時に、まあ一応定石はここで終了なんですね。ですけども、後でやはりこの白が、このようにですね、動き出す手が非常にうるさい手になりますから、まあどこかでやはり黒としてはこのように一手入れることがよくあるんですね。なので、ここが危ないから一手入れるよっていうことは知っている方もかなり多いんですね。で、せっかくただ1手入れたのにですね、この後に、またね、白としてはタイミングよくどっかこういう風に打ってくることがほとんどなんですね。で、これに対する対応を間違えてしまって、結局黒が1手入れたのにもかかわらず、ここの黒の勢力で白に随分とね、あぐらをかかれてしまうというケース非常に多いですから、今日はこの手の対応について少し学んでいきたいと思います。これで一番良くない、まあ実は実戦でこうなったよっていう図なんですけども、一番良くないのはここにあってですね、まあ、この手は白が非常に強いところだとね、しょうがないっていう時もあるんですけど、こんな風になって、でこの辺りにもですね、これで繋いでしまってこんな風になる。で、切って取って、まあ、生きるんですけども、とても黒の勢力圏とは思えない状態になっちゃうんです。白が、もう真ん中を割って黒地ね、生きただけっていう感じになっちゃいますから、これはもう黒が大いに失敗ということですね。はい、なので、まあ、これはですね、この切りは、まあ、白がよっぽどなんかね、こういうとこにあったりとかこういうとこにあったりして、まあ、自分が弱いよっていう時はしょうがない、まあ、生きるだけでもいいよっていうことでね、打たれることもあるんですけども、通常はこういった手はあまり良くないことが多いです。はい、ですのでここでどうするかというところなんですが、ここで、跳ねる手が非常にですね、あ、ごめんなさい、跳ねる手が非常にいい手ということですね。この手が手筋になりますね。はい、ここで二段バネしたいんですね。で、ここで、切られた時が大事なんですけども、ここで間違ってもこちらに繋がないでくださいね。はい、大丈夫ですか。ここに繋いでしまうなっていう方ね、意外と多いんです。はい、で、ですがこのつなぎはかなり悪い手で、やはり繋いだ時にまずね、こういう風に空き三角になる、まあ、この場合は団子石とも言いますね。団子石っていう悪い形になってしまうので、この形は非常に良くないということをまず知ってください。これは実際白から当たりして、まあ、かけ継ぎ打たれてても、まあ、簡単に白はバーッとね、出てって、なおかつこの黒もこちらの1個も非常に不安定な状態になってしまうので、はい、これも黒が失敗です。じゃあどうするかということなんですが、ここで、ここも2パターンあるんですけど、今回おすすめするのは、まあ、2パターンというのはこの当たりする手と引く手なんですね。ですが、まあ、今回おすすめしたいのは引く手をね、ぜひ知ってほしいんです。これが知らないとちょっと打てない手なので、はい、取られて大丈夫なのとちょっと思っちゃうんですが、それからここに跳ねておけばいいんです。するとどうでしょう。ここね、出にくい格好なんですね。例えばこんな風に打っても当たりになってしまいますよね。で、繋いだら繋いで、しかもここの出も残るんで、これはかなり黒がいいですね。はい、黒大成功で、白が例えばこんな風に来てもですね、これも当たりして、やはり両当たりですから繋ぐよりないんですが、まあ、これはいろんな手で大丈夫そうなんですけど、まあ普通にこうやってね、出ておいても、はい、これでこの白も非常に弱いと。はい、まあ、かつこの白も弱いし、あとはここを出てくてもね、残っちゃいましたから、はい、これはまあ白がちょっとボロボロと言ってもいいでしょうね。はい、これは白の潰れ形。はい、なのでここがなかなか出ていけないんですよ。わかりやすく言うとですね、まあ、ここの、この押しがほとんど利き筋ですよね。これに対して伸びなきゃいけないところですから、ほっとくと何かね、またほっとくと、ここ出られてしまって、押さえても切られちゃいますからね。当たりで逃げても取られてしまうという形ですから、はい。まあ、ここは効いてるんで、意外と外はね、薄くないよということですね。はい。なので、取っても引いて、この後ですね、白は何か逃げたいんですけども、まあ、渡らせでといったらこのように裂いて、例えばこう逃げようとしてもどんどん押さえてですね、これ非常に白が苦しい形です。まあ、こんな風に来てもですね、押さえておいて、ちょっと生き形が見当たらないですかね。うん、こんな風に来てもやっぱり
手数が非常に早いですね。まあ、黒3手あるから、まあ、ここ出てってももちろんいいんですけど、こんな風にすぐ打ってても、もう取れちゃいますね。当たりで繋いだらもうドーンと取っちゃいますから。はい。ということで、まあ、かなり白が苦しい形になるよということですね。はい。かといって白はここ伸びるとですね、まあ、繋いでおいて、やはりここが黒地でしっかり守れそうなんですね。出てく手もあるし、まあ、打てばもちろん取ることもできるしということですね。はい。なので、ここに引いて、まあ、ほとんどの人がこれはね、まあ、通ってくると思いますから、そしたらここに封鎖して黒が打てるよということを今回知っていただければいいかなと思います。はい。なので、せっかくですね、初手に戻しますね。はい。せっかくこの13って書いてあるんですけど、ここに1手入れたのに、地にならないと非常に辛いですから、この時に跳ねる手をまず今日は覚えていただくと。で、当たりされた時につないじゃダメだよと。こちらから打つ手が大事ですよというのを覚えてほしいです。で、最初にちょっと言ったんですけど、ここから打つ手も、まあ、なくはないんですけども、はい。これもね、相手がつないでくれれば、断然もう、まあ、跳ねてもね、伸びても黒が大いに優勢なんですが、まあ、実際はこのように来て、通って、こんな風に来てね、結構まだうるさい意味があるので、つなぐとこういう風に駆けついてね、また結構荒らされてきますから、まあ、今回はですね、まあ、ここで引いて、取らせて、押さえると。こうなると黒が有利ですから、この形をぜひね、覚えていただければと思います。はい。ということで、今回も定石その後ということで、やっていきました。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひね、またいろいろ毎日ね、動画上げておりますので、チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。